ペドロ・オリリオ・ムニオスは、スペイン・バスク州ギップスコア県、エーバル出身の自転車競技選手。ジロでイタリア2009では外貨に転落する大事故を起こし、一命は取り留めたもののプロ選手生活からの引退を余儀なくされた。アマチュア自転車競技選手時代は、バスク大学で哲学を専攻する学生でもあったが、1998年に、ビタリシオ・セグロスで、 プロ自転車競技選手に転向し、オスカル・フレーレ、フアン・ミゲル・メルカドなどとチームメイトになった。2001年には、マペー・クイックステップに移籍し、クイックステップ・フロアーズに解消していた2004年には、パリ・ニースでステージ優勝した。2005年には、ラボバンクに移籍。同年のカタルーニャ一周でもステージ優勝した。同年のブエルター・エスパーニャ2005では、 ゴール前200メートルで集団に捉らえられて、ステージ優勝を逃した。ジロでイタリア2009では、5月16日の第8ステージ、ダウンヒルの72キロメートル地点で60メートルの高さの谷に転落した。転落時には単独で走行していたが、自転車が路肩に投げ出されていたために転落が判明したのである。一時は昏水状態に陥ったが、 翌日には脳障害もなく昏睡状態から目覚め、5週間後にはスペインに移送されて家に戻った。2010年にはチームから契約延長の申し出を受けていたが、オリリオはこれを辞退してプロ選手生活から引退した。なお、第8ステージは選手からの抗議によって異例の勝負中止となっている。オランダのフォルクスクラントがミニツールドフランス期間中に、 コラムを書いたり、スペインのエルパイス市に連載するなど、現役引退後には自転車競技についての執筆活動を行っている。2009年には、国際自転車競技連盟のドーピング対策システムについて、エルセニョール・アダムズというタイトルのコラムを連載した。ありがとうございます。